詳しくは概要欄をご覧ください2023年12月中村晋介が新日本プロレスから WWE に移籍してからもうすぐ丸8年になろうとしている中村は WWE のスーパースターの一人として今も活躍中であり現在はかつて新日本にも参戦していたコーディ・ローデスとの交渉を繰り広げている そして柴田勝頼彼は12月23日日本時間24日に「今日新日本プロレスの許可を得て AEW と契約を結びました」「私は AEW のリングをレスラーとしてのキャリアの最後の終着点にしたいと思います」「私のレスラー人生をトニー・カーンと AEW に捧げます」とコメントし新日本からアメリカの AEW への移籍を発表した。 さらに日本のプロレスファンが大きく驚いたのはその前日新日本が棚橋宏の社長就任を発表したのである中村柴田棚橋彼らはかつて「新闘魂三重子と名付けられたもののその呼び名は闘魂三重子ほどには定着しなかったそんな名前でくくらなくても彼らはそれぞれが強烈な個性を発揮して今まで活躍してきた 今回は今からおよそ20年前彼ら3人が新日本対 k 1四番勝負として出場した2004年5月3日の東京ドーム大会を中心にその頃の新日本と k 1の関係をワールドプロレスリングの当時のプロデューサーでありこの度の棚橋の新日本社長就任と同時に取締役社長室長に就任した松本人志氏の当時のコメントとともに振り返っていく。 だが、いきなり新日本と k 1の話に行く前にまずは大みそかの格闘技の話から始めたい2000年代の一時期テレビで格闘技が盛んに放送されていたことがあったその中でも大みそかの格闘技イベントの放送は大いに盛り上がっていたその最初は2000年の猪木ボンバイエであるだがこの年はほとんどの試合がプロレスルールで行われたので 純粋な意味での格闘技興業とは言えないかもしれない。また、テレビ放送も有料放送のスカパー以外は、地上波の一部のテレビ局による深夜帯での放送にとどまった。しかし、翌2001年には3分5ラウンド制の試合を多く組み、K1 対猪木軍という対抗戦を軸とした興業となった。セミファイナルはミルコクロコップ対永田裕二。 メインはジェロム・レバンナ対安田忠夫であるこの興行は TBS が当日にディレードで放送し「紅白歌合戦」に次ぐ第2位の視聴率を獲得したそしてこの2001年の猪木ボンバイへの高視聴率を受けてこの後の数年間 TBS だけでなく日本テレビとフジテレビもそれぞれ大みそかに格闘技興行を放送するようになっていった。 そのピークは年日本テレビが TBS から移動してきた「猪木ボンバイエ2003」「バカになれ夢をもて」TBS は k「k 1プレミアム2003」「ダイナマイト」そしてフジテレビが「プライドスペシャル男祭り2003」を放送しテレビ朝日とテレビ東京以外の主要3局が格闘技中継で「紅白」に対抗したのである。 これは三大格闘技祭りと呼ばれて大きな話題となったそれぞれのメインイベントと平均視聴率は次の通りである猪木ボンバイエ永田裕二対エメリア・エンコヒョードル5.1%ダイナマイト明けぼの対ボブ・ザップ19.5%プライドスペシャル吉田秀彦対ホイス・グレイシー12.2% ダイナマイトの19.5%は「紅白」の裏番組の視聴率としてその時点での史上最高となったそしてメインのあけぼの対ボブサップ戦では瞬間最大視聴率43.0%を記録したこの三大格闘技祭りのうち k 1ダイナマイトをアリーナ席で観戦していたのがワールドプロレスリングのプロデューサーだった松本人志である松本は激怒した 彼の激怒の原因はセミファイナルのアレクセイ・イグナショフ対中村慎介戦だった3週間前に史上最年少となる23歳で IWGP ヘビー級王座を奪取したばかりだった中村は1ラウンドと2ラウンドを優勢に戦っていただが3ラウンド中村がタックルに入ったところをイグナショフが左膝を合わせこれに中村がスリップダウン 中村はすぐに立って攻撃態勢を取ったにもかかわらずレフェリーの平直行が試合をストップしてしまったのだなんで止めるんだ松本は中継していた TBS のカメラに向かって「絶対中村が勝ってるからな」と叫ぶほど興奮していたこの試合は3ラウンド1分19秒レフェリーストップと発表された後中村側の抗議によって主催者預かりとされ 最終的にノーコンテストと変更された年が明けて2004年になり三大格闘技祭りの視聴率が発表された「ダイナマイトの」の19.5%という高い数字を見た松本はさらに熱くなっていた「新日本」を長らく放送し続けているテレビ朝日のプロデューサーとしては新興の格闘技団体に負けるわけにはいかない。 今まで通りの1時間枠で試合を毎週流していくという方法以外に何かないか松本は新日本の役員とともにワールドプロレスリングの改革案を練り始めた2月23日新たな案がまとまったこれまでの毎週土曜深夜1時40分から2時40分の放送が4月第一週から 深夜2時からの30分放送になることが決定したのであるこう聞くと違和感を覚える人も多いだろうそれまで1時間番組だったのが30分に短縮になってしまったのだからこれについてかつてワールドプロレスリングの解説を務めたこともあるプロレスライターの安田閣僚が松本に話を聞いている。要するに 私たちテレビの目標は k 1とかプライドのようなビッグイベントに対抗して目立つ時期に目立つ時間帯で年に4から6回くらい2時間枠のスペシャル番組を放送したいそうすることによって新日本もやっているぞと強烈なものになるそこに労力もお金もつぎ込んでいければと思っているんですそうした方が現在深夜の1時間番組を毎週やっているよりも 世の中に波及していく力が絶対に上がるという判断なんです。新日本プロレスのファンを増やすために、毎週30分の番組になったんですよ。どうやってプロレスの人気を回復させるか、新しいファンを増やすか、それが目標で、たくさんの人に新日本を見てもらいたい。今、新日本が面白くなっている。しかし、その面白くなっているという現実を世の中に分かってもらえない。テレビというのは、 ファンに喜んでもらうための番組作りをするわけではない。世の中に向かって番組を作る。新日本プロレスファンを増やすことが大切なんです。松本はこう語っているが、新日本プロレスのファンを増やすために毎週30分の番組になった、というのがどうにも分かりにくい。30分短縮にはなったが、放送時間がプライムタイムに変更になった、というのならわからなくもないが、 放送時間は相変わらず深夜のままである松本の発言の趣旨は1時間番組だったのを30分番組にすることによって人員が少なくて済み番組制作費も安くなりその浮いた人材や金をスペシャル番組の制作に回すということだったのだろうが実際には2004年当時もその後も現在も 目立つ時期に目立つ時間帯で年に4から6回くらいスペシャル番組が放送されたということはなかったはずでありそれもまた分かりにくさの原因となっているただ当時から松本が「新日本プロレスのファンを増やしたい」「ワールドプロレスリングの視聴率を上げたい」と思っていたのは間違いないそしてその目的のために松本は上井文彦と頻繁に会うようになっていた。 上井は新日本に入社後営業や障害を担当し短期間ながら第一次 UWF に席を置いていたこともあるその後新日本に戻りこの当時は執行役員を務めていた上井には「新日本はストロングプロレスなんだ」という強い信念があったそして k 1やプライドに勝つ新日本を作りファンに「新日本のファンでよかった」と思ってもらいたいという思いを持っていた そそしてそのために人気絶頂の k 1のリングに新日本の選手を挙げることで新日本を宣伝していこうと考えていた事実大晦日のイグナショフ戦後の中村にはプロレスマスコミ以外のマスコミからの取材が数多く入っていたといううわいは言った「うちのリングでイグナショフが中村と戦っても中村は世間ではあまり知られないんですよ」 やっぱり k 1のようなゴールデンタイムで試合を見せなければ k 1にどんどん選手を出して新日本を宣伝する方法がベストなんですよこのうわいの考えに松本も同調し視聴率男のボブ・サップを軸として新日本と k 1との対抗戦への流れが生まれ始めた3月28日の両国国技館大会で ボブ・サップは佐々木健介が持つ IWGP ヘビー級王座に挑戦本人の承諾を得ないままに「サップは自分たちの仲間だ」と主張した魔界クラブが乱入して佐々木を痛めつけたこともあって最後はラリアット2連発からのビーストボムで8分24秒体固めでサップが勝利第37代 IWGP 王者となった。そして サップに奪われた新日本の司法を取り返すために立ち上がったのは中村だった中村は前年12月の戴冠後誰かに負けたというわけではなく怪我による欠場に伴って王座を返上していた2度目の戴冠を目指す中村信介と k 1からの資格ボブ・サップとの一騎打ちの舞台は5月3日の東京ドームに決定した そして中村対サップをやるのならせっかくだから k 1絡みで大きなイベントにしようということになった次に決定したのは柴田対武蔵である k 1のプロデューサーである谷川貞治は武蔵なら新日本の誰が相手でも勝てるという自信を持っていたそして武蔵自身は初めは乗り気ではなかったというが 総合格闘技ではなく一種格闘技戦ならということで出場を決めた打撃が使ええるるののなら勝てるそう考えたのだ一方の柴田は武蔵との対戦を打診されるとこれは前田明対ドン中谷ニール戦と同じだと感じ即答で武蔵との対戦を承諾した。 この2つの試合が決定したことでテレビ朝日ではスペシャル番組の制作が検討されたしかもその放送をゴールデンタイムにできないかという検討もされたという「3.28両国が終わって次は中村スペシャル番組にはいいチャンスですよ」「サップの大みそかの視聴率その後にやったスミ屋バザルとの一戦の視聴率も良かった」 そそののサップとと中村が対戦すするこれは見逃せませまんよしかかもその他に武蔵と柴田ですからねスポーツ局だけでなく編成の中枢でもゴールデンではどうかと議論されました「ワールドプロレスリングは30分でこれは新日本の PR 番組」「ビッグイベントがあったらお金をかけて視聴率を取ろうよ」という考えですからね。 5.3東京ドームはそのチャンスじゃないかというわけでしただがさすがにゴールデンタイムとなると期待される視聴率が高いゴールデンなら15%は欲しいという話になり結局は当日の深夜0時16分からの1時間枠ということになっただが令和の今と違って2004年であるまだまだ若者もテレビを見ていた 例時代は若者のファンを獲得するにはもってこいの時間だったこの時間帯はいい時で9%を出すだから8%狙いでした松本や上井の期待通り新日本対 k 1を前面に打ち出したこの東京ドーム大会は大きな盛り上がりを見せた全11試合のうち第8試合からは新日本対 k 1四番勝負としてシングル戦が組まれた 吉江豊対ジャイアントノルキア棚橋博士対ショーン・オヘアは吉江がキャメルクラッチで棚橋がドラゴンスリーパーでそれぞれギブアップ勝ちを収めたメインは中村対サップ中村は関節技でサップを攻め立てたもののパワーで跳ねのけたサップがビーストボム2発を繰り出し12分31秒耐え固めで初防衛に成功。 圧倒的なサップのパワーを見せつけられた観客たちは大いに湧いたそして松本が最も期待していたのはセミの柴田対武蔵線だった先にも述べたように前田対ニール戦をイメージして戦いに臨んだ柴田の殺気はすさまじかった1ラウンド武蔵の後ろ回し蹴りの後馬乗りになった柴田はパンチを浴びせそれから腕ひしぎ十字固めに移行した。 だが揉めた末に試合直前に決定したルールでは寝技は20秒時間切れで技を解いた柴田はアキレス腱固めに移行したがこれも武蔵が必死で逃げてギブアップは奪えないそして1ラウンド終盤に武蔵の膝蹴りが炸裂して柴田はダウンその勢いのまま武蔵は2ラウンドでもミドルと膝蹴りでダウンを奪いさらに立ち上がってくる柴田に左ハイキックを叩き込んで 2 2ラウンド2分0秒武蔵の KO 勝ちとなった結果こそ柴田の負け中村の負けではあったが試合内容や会場の盛り上がりから考えて当日夜の放送も高い視聴率が期待されたそして発表された視聴率は9%目標の8%を超える数値だった。 松本がワールドプロレスリングスタッフに9%だと知らせると歓声が上がった視聴率男サップのおかげと武蔵対柴田戦のおかげでしょうか9%を記録した数字を取ったぞと嬉しかったのを今でも覚えています柴田はこの試合以降の10.9両国でも天竜源一郎とシングルで戦って 柴田の挑発で頭に血が昇った天竜がビール瓶で柴田の頭を殴ったあの瞬間数字が上がったこともあった柴田は数字を上げてくれましたねその後も新日本と K1 の関係は続いていくかと思われただが新日本内部の反発などを受けてウワイが10月に退社した。 そして上井の退社とともに新日本の格闘技路線は修正されていき松本が望んでいた K−1 絡みのスペシャル番組制作の計画やワールドプロレスリング30分短縮策の当初の狙いも時代の流れの中でやがて忘れ去られていったもともとは猪木ボンバイエから始まった新日本と格闘技の関わりだったがこの東京ドーム大会の翌年には 柴田が新日本を離脱してワイが立ち上げたビッグマウウスラウドに移籍11月にはゲーム制作会社ユークスが猪木が持っていた株式51.5%を取得して新日本を子会社化新日本に対する猪木の直接的な影響力も徐々になくなっていったそしてこの後の数年間新日本は観客動員が落ち込み苦しみ続けることになる 親会社がユークスからブシロードに変わった2012年頃までのこの冬の時代の新日本をなんとか支えようと頑張っていたのは、新社長に就任した棚橋や中村だったのである。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週土曜午前10時に公開。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。